ンポン。え、では参りましょう。待て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 、なんやお前。説明をしろよ説明を。私宇宙人なんですよ。へ、なので地球にいる人間たちをキャトローかと。やめてくんない？宇宙船も準備しましたし、今だっせ。さあ参りましょう。絶対嫌や。帰らの？くっそこいつ、うざめの陽キャみたいな絡みをしてきやがる。キャトらせて。いやや、キャトちゃんって。しまくぞ。もう、なんでそこまで嫌がるんですか。嫌だって。キャトるって意味わかってんのか。キャトルミューティレーションは、家畜の惨殺事件のことやぞ。今は、さらうみたいな意味で使われることもあるけどな。うちはキャトルって聞くと、宇宙人にさらわれていろいろ実験されるようなイメージを持つんや。くへへ、てめえこら。つまりどういうこと？アホな。だからキャトルって言うとさらわれて内臓を抜かれるようなイメージがあるって言っとるんや。なんでうちが惹かれてんの？宇宙人怖い。お前だよ。私、キャトルのこと、一緒にトイレ行こうぜの意味で使っていました。それもおかしいだろうが。じゃあ、あかりちゃん、一緒にトイレ行こう。最初からそう言えや。別に A で。ではです。どこ行くどこ行く。面白かったらチャンネル登録してな。